レジェンドテレサ・ポルテラ、悲願のメダル獲得へ準決勝ゴール前の激闘。スペインのポルテラ選手、82年生まれの39歳、なんと同い年。長年にわたる活躍、これまでメダルを量産してきましたが、過去5回にわたり出場したオリンピックではいずれもメダルなし。東京オリンピックで6度目の挑戦、悲願達成なるのか。さあ、運命の準決勝、4位以上で A 決勝に上がります。4レーンがポルテラ、7レーンステンシルとの4位争いに注目だ。レースは終盤、残り 50m でステンシルが大きくリード。ポルテラ逆転できるのか。残り40、30、20、ラスト10。おっと、ほとんど差がなくなっている。勝つのはどっちだ。わずかな差だが、最後ポルテラが差したか。ゴール前の攻防を見てみましょう。ステンシルがかなり早めに蹴り込むのに対して、ポルテラは最後までこぎ抜いていく。ステンシルはラストパドルが少しだけ早かったか。このわずかな差でポルテラが大逆転。最後は100分の1秒差。勝負の世界は厳しい。いよいよ決勝戦、メダル獲得なるか。後半へ続く。